皆さんこんばんは、すごろく屋の古田です。同じくすごろく屋の萩野屋です。本日は来週の土曜日曜に迫ってまいりました、東京ビッグサイトで行われるゲームマーケット2023春の情報をお届けします。はい、ゲームマーケットでお届けするいろいろな目玉企画の情報盛りだくさんでお届けしていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。さて、はい、そもそもゲームマーケットとは何ぞやって方も多いと思うので、こちら説明させていただきます。毎年ですね、春と秋に2回行われているボードゲーム、カードゲームの愛好家のためのイベントですね。もう膨大な数の個人サークルさんによる自主制作ブース、自主制作のゲームブースを中心に企業やボードゲーム店などのブースが並んでいます。なるほど。はい、新作創作ゲームの体験購入ができる展示会になっております。楽しみですね。はい、もうね、毎年ね、熱量がすごい。何回目ですか？何回目？急に聞く。何回目？ちょっと待って、やめて。やめて。あ、参加？私が？うん、私が？でも私すごろく屋に関わって5年ぐらい、ね、だから10回ぐらい出てる。ああ、10回か。なるほど。私はまだまだですね。え、嘘？そうなんですか？5回？ 4回くらい。え、私よりボードゲーム歴長いのに？いや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 。さて、大きい。はい。では早速ですね、日時。はい。先ほども申し上げました、来週の土曜日曜ということで、2023年5月13、14日ですね。両日ともにお昼の11時から、閉会が午後の5時17時までとなっております。はい。はい。会場は東京ビッグサイトの西展示棟1、2ホールになります。すごろく屋のブースはですね、はい。見えますか？見えますか？見えますか？これ、はい、B02 でございます。B02 の2。はい。入り口入ってもらって、ずーっとまっすぐ奥進んでもらって、ちょっと右に行ったところにありますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、待ってます。はい。入場方法はですね、2通りあります。1個目、もう販売されているオンラインでの購入、チケットを事前購入する。便利。はい、便利。もう1個目が、当日会場で入場券を購入すること。なるほど。急に思い立ってもいけるんですね。ただですね、もちろん最初から行きたいよって決まってる人は、うんうん、オンラインで事前購入チケットを買った方が安いです。お、なるほど。はい、なのでぜひ、今のうちにもう行くことを考えてる方は、はい、オンラインでチケット購入を検討してみてください。はい、早速すごろく屋の出店内容に移ってまいりましょう。はい、はい、何をするんですか？はい、なんとですね今回フランスのボードゲーム作家、ロベルト・フラガさんが来日いたします。イエーイ！もうではですね、フラガ先生、大ファンなんですよ。確かに。社内でも随一のフラガファン。本当に大好きで、昨年、萩野屋さん、エッセンシュピールでドイツに行ってらっしゃったじゃないですか。はい、その時にですね、フラガ先生にお会いしてますよね。うん、そうなんです。光栄なことに。はい。で、もう私、それが羨ましすぎて、もう、現地の映像をもらいながら編集しつつ、私、なんで日本でこれ編集してんだろうな、いいなって思ってたんですよ。そうですね、フラガさんめちゃくちゃお茶目な方で、いた時に少しこうお話しする機会もあって、いいな、ね、新しいゲーム見せてもらったり、あと社内にいるアキラって名前の人がいるんですけど、はいはいはい、メールのやり取りをしている中で、女だと思ってたよ、あははみたいな冗談を言ってそう、弊社アキラさん男性なんですよね。そうですね、男性なんですけど、男性弊社アキラさんなんですけど、はい、とてもね、お茶目で楽しくて、はい、しかも、ゲームのセンスも抜群っていう方です、うん、ね、いや、はい、とっても楽しいゲームばっかり、作ってらっしゃる方なんですけど、どんなゲーム作ってますか？こちらにございます。お、どんと、すごろく屋で発売されてるゲーム3作品、はい、はい、今一番新しいのがこのディスクカバー、うん、協力ゲームですね、はい、と、あとは忍者バナナ、はい、忍者バナナとスピード勝負、ユリーポリー、これは一体その他、一体多数ですかね、うん、はい、でもこれもとってもね、ユニークな仕組みで楽しいゲームばかりなので、この作者に会えるというね、はい、激アツイベントですよ。激アツイベント、フラガ先生に来ていただくということで、はい、トークショーとサイン会を開催いたします。イエーイ、はい、トークショーサイン会はですね、両日ともに開催いたします。どちらに来ていただいても、会えますし、どっちともね、トークショーでは違うお話が聞けるかもしれないので、これは両日参加せねばしかない。はい、
い、両日ともに、開催の時間は午後3時、15時から1時間の開催を予定しております。はい。はい。当日ですね、サインに関しては、サインの優先権をお渡しいたします。ゲームマーケット当日のスゴロク屋の販売ブースにて、こちらの3商品、ディスクカバー、忍者バナナ、ユリポリーのいずれか1点以上お買い上げで、各日先着30名様に優先券をお渡しいたします。なるほど。はい、こちらを受け取っていただけますと、ほぼほぼ確実にフラカ先生からサインを受け取ることができますので、ぜひ、朝一スゴロク屋ブースにダッシュして、こちらをご購入いただいてサイン券もゲットしてください。このゲームにサインしてもらえちゃったりもするします。いや嬉しいですね。この内側とかね、あいいですね、結構かける場所あるので、あこういうとこにサインをもらえたら、バナナにも欲しいかも。ありバナナにもあり、バナナにもサイン、フラガ先生困っちゃいません、こんな変化かけるかな、かけるかなあとはなんか T シャツに書いてほしいとか、トートバッグとか、あいいですね、いいですね、お持ち込みいただいても構いません。もうフラガ作品では私はゾウのトランペットが大好きなんだとか、オットトラマが大好きなんだよねとか、だったらもう秘蔵のゲームをお持ちいただいても構いません。いいですね。はい、ぜひぜひ主曲の一点にサインしていただければと思います。はい。はい、ということでですね、スゴロクや、フラガ先生のイベントも開催するんですが、その時間、それをやっていない時間にもステージを開催しております。うん、はい、こちらのですね、忍者バナナの大規模誘拐ステージを開催しております。ちなみにこちらどんなゲームですか？はい、こちらは、場の3箇所、うんうん、畳、手裏剣、切り株という3箇所にどんどんこうカードがめくられていくので、はい、めくられていくカードの共通点を探して、はい、例えば色が同じだとか、でその共通点を叫んでいち早くプピッとなるバナナを掴み取る、ね、さっきのバナナですね。そうですね、あいつがプピプピなるので、ちょっと話してもらってかわいい、いい音もうこれね、ステージ上でバンバン鳴らしてほしいですそうですね、はい、っていうのの私有会、はい、私有会が開催されております、はい、もうステージ上でね、これをプピプピ鳴らす会ですのでぜひぜひ振るってご参加いただければと思います、はい、こちら参加していただいた方にはですね、参加者特典としてこちらのめちゃくちゃかわいいコースターをプレゼントいたします。見てこの透け感、そう透けるんですよこれ、いいですね、透けるんですその夢のコラボ、そう夏っぽい感じでそうゴールデンウィークの夏っぽい感じもありつつ、うんうん、あと忍者バナナの、素敵な八重樫さんのイラストを使っているので、ぜひこれからの季節、冷たいお飲み物と一緒にこれを楽しんでいただければと思います。もったいなくて使えないかもしれないですね。はい。これですね、ランダムで1種類のお渡しになるんですが、はい、3枚集めた暁には、先ほどの切り株や手裏剣の代わりに、これを台紙として置いて遊ぶこともできると思いますので。発明じゃん。大発明ですよ、世紀の。ぜひぜひこちら手に入れて忍者バナナ楽しんでいただければと思います。はい、それは参加するともらえる、参加すると1枚もらえます。はい、はい、そうしましたらもう一つ新しい発表がゲームマーケット当日ありますね。あります。はい、それがこちらの、よいしょ、何このカプセル、かわいい、1個もらっていいですか。はい、これ開けて、開けていい、開けていい、開けましょう、えい、たらーちっちゃい、はい、こちら何ですか。これは、ボードゲームミニチュアガチャというもので、はい、タカラトミーアーツさんとコラボレーションで、はい、5月下旬から発売が決定しているガチャガチャですね、はい、はい、これが当日ゲームマーケットの会場でなんと先行で体験できると、もう変えちゃう、ガチャガチャ回しちゃう、そう変えちゃいます。あ、しかもこれちゃんと遊べるんですよね。すごい可愛いですよね、この中のこのカードを見てみて、ああもじゃもじゃ夫人、もじゃもじゃ夫人万歳佐藤さん、可愛い、あ可愛いというものが、4種類ですね、はい、今これなんじゃもんじゃ、あとなんてった、はい、なんてったと、すごろく屋の
オリジナルのスマートトランプ。トランプちゃんと一組入ってるんですね。入ってます。54枚かな。ジョーカーも入って54枚ですね。なるほど。バンディドですね。これもちゃんと遊べるようになってます。すごい。の4種類がランダムで出るガチャガチャになってます。はい。うんうん、はい、これ1回400円で、はい、回すことができます。こちらもですね、たくさん用意してますので、ぜひぜひ2日間回していただけると嬉しいです。ぜひゲットしてください。はい。またですね、もちろん全商品 10% オフになりますゲームマーケット特別価格での物販も開催を予定しております。嬉しい。はい、もちろんね、先ほど紹介したロベルト・フラガさんの作品忍者バナナデスクカバーユリーとポリーに加えまして、最近発売されたポンジスキームや、ダイスキングヘゲモニー、それから赤の大聖堂とその拡張、なるほど、はい、うちつくりの使者、その他定番商品も販売予定です。スゴロコヤ商品をね、お得に購入できるまたとない機会なので、ぜひお見逃しなく。はい、はい、ということで本日はゲームマーケット2023春の情報をお届けいたしました。詳しい情報は動画の概要欄から出店内容ブログ記事をご覧ください。はい、当日13日土曜日の朝からは会場前のゲームマーケット会場スゴロコヤブースよりその模様をお届け予定です。生放送ですか？生放送でもない。あ、じゃないな、ごめん。生放送でやると会場からね、ちょっとね、電波が悪くて、なるほど、ザラザラしちゃうから、ちょっと綺麗な情報をできるだけ正確にお届けできるように、最新の、もう最新の、ね、もう撮ってすぐ出します。撮って出し、撮ってすぐ出します。楽しみにしててください。はい、まあ、チャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いいたします。それではゲームマーケットの会場で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。会場でお会いいたしましょう。さようなら。